ヤッピー、こんばんは。まいちゃんこんばんは。こんばんは。やっぱ前髪なんかね、前髪が伸びちゃってどうしようかってめっちゃ迷ってて今。ほらこんばんは、ありがとう。でも目にかかって目が痛いんです。どうしよう。え、嬉しい。なんでそんな可愛いの、ありがとう。けどオッケー、100万の訪問ね、出てきたね、ありがとう。明日はない、あれ、何やったっけ、あ、柏崎市の花火大会です。時はここに置いとけ。60点。動きだ、ありがとうございます。はい、超楽しみですね、本当に。柏崎の花火大会ね、コラボ花火。あ、ありがとうございます。地元民、お、地元民地元民がおる。え、これな、かゆくないんです、これニキビなんです。だからほんまに恥ずかしくて私隠したいんですよね、ニキビね。これゴリって言わしちゃって、ここもうほんと嫌だ。なんか書こうって思ってもなくて、あはた、ありがとう。なんか普通になんか帽子かぶった瞬間にゴリって言わしちゃって、ここのニキビもう超嫌、ほんまに。ここのニキビが一番恥ずかしいねんけど、なんかそうやったらこことかの方が良かった。なんかここってなんかめっちゃ嫌、ほらなんか。あーどうしよう、聞いて、ハートありがとう。今日さガチャガチャしたんですよ。じゃあさ、もう一番私がこれはこれだけ、これが当たらんかったらいいやっていうガチャガチャが、え、なんかね5種類ぐらいあって、もうね他の 4個やったらもうどれでもよくて、これは嫌かもって言ったガチャガチャが当たったんです。何なんですか。こんばんは、はじめまして、はじめまして。そう、もうびっくりしちゃった。こんばんは、ありがとう。こちらこそ当ててくれてありがとう。え、でもこれさ、もしさこれが当たったやつなんです、もう最悪とかもし仮に言っちゃったらさ、それが好きな方にすごい申し訳ないし、多分私は炎上してしまうので見せません。どんぶらこありがとう。でも本当にこれだけは避けたいっていうやつが当たりました。あ、タコさんありがとう。そう、おやすみ、おやすみ、お供します、ありがとう。で、私は今から購入品紹介をしていきます。こんばんは。何系のガチャ、これ言ったらバレる気がする。はい、では今日は通販で私は大量の1万5000円分購入しましたので、購入品紹介をしていきたいと思います。でもこの通販で買ったやつは中にはそのお話し会、おしゃべり会で着る服とかがあるから、それは見せれない。
でもほぼそんな擦れないな、なんか。あ、お値段お値段言っちゃった。まずはピンクの服、ちょっとね、ちょっと大人系ですね。ちょっとセクシーなあ、これセクシー、セクシーだ、これセクシーではないね。はい、こんな感じのお洋服が1点。見えません、ご安心を。続いて、あ、これ見せれない、これ何、これなんだろう。あ、これレッスン着ですね。レッスン着は別に見せても OK なので。あれ、ちょっと結構大丈夫かな、ちょっとね、涼しそうな V ネックのレッスン着が1点。ハートありがとう。はい、安かったのでね、もう何でもいいんです、レッスン着は。あとは、あ、これもダメ、あー、これもダメ、これ何、これ、なんだろうか、これ何、何これ、頼んだっけ、こんなん、あ、ネックレス、ネックレスなんですけど、これもダメ、これは、あ、これもダメ、うん、あ、これ一番ダメ見せれない、見せれない、危ない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 。あとは、あ、これも見せれない、やばい、待って、これも見せれない、やばい、かわいい、ねえ待って、やばい、やばい、あー、かわいい、ちょっと待って、携帯の iPhone ケースを買いました、かわいい、待って、かわいい、やばい、ちょっと待って、かわいすぎるんですけれども、 iPhone ケースiPhone ケースを買いました。え、やばい、これかわいいですね、いいよ見て、はいね、このハートがたまらない、いいですね、のんきでかわいい、この iPhone ケース、来てくれてありがとうございました。続いて、あ、これも見せれない、やばい、見せれないばっかだね、ハートありがとう。これ何、これ何、え、私こんなん買ってない、え、私こんなん買ってません、ちょっと待ってください、すいません、私これ買ってないです。でも、え、買ったんかな、多分レッスン着、でもレッスン着か、この薄さ的にサイズも合ってるし、買いました、はい、使わせてもらいます、またまたレッスン着を買っていました。いや、サイズがあったから、サイズが合ってるから。あとは、あ、これも見せれないね、見せれないやつばっか、これは、待って、でもこれ見せたいけど、これも見せれない、え、でもこれやりたい今やっていい、もういいわ、もう、どうやってやんのこれ、
可愛いでしょ。ケロケロ、これが届きました。これが届きました。はい、これが届きましたね。はい、では次々いきますよ。これ何？あ、これはこれは、あ、これも見せれなかった。でも可愛いね、これ。あ、可愛い。これはお話し会用のやつですね。ではじゃあ大事に。これは大事にします。これ何？あ、なんか広告入ってますね。ありがとうございます、ご丁寧に。次はこれ何？めっちゃ大きいんだけど、これ何？これ何？これ何？わっ、うん、あ、レッスンのズボン、かわいいですね。こういうズボンが私一番居心地いいので、はい、いいですね。これこれはいいお買い物です。生地がいいですね。でもちょっと匂いがします。私めっちゃ匂っちゃうんですよ。ちょっとね、これはいいかもしれないですね。あ、これで最後かも。これは明日着る予定の服やからみんなには見せない。え、かわいい。ミントってえ、かわいい。ちょっとパジャマみたい。ちょっとにおい、あー、ちょっと危うい。え、ありがとう、天使のくまさん。あ、これ待って、ボタン違うねんけど、まっか、かわいい。もうこれ着ようじゃ明日。じゃあこれにします。ちょっと待って、はい、以上です。はい、やっぱね、私一番これが好きです。このスマホケース満足です。このスマホケースを入れて私は明日いい一日になればいいなって思いました。何点買いましたっけ。 1,2,3 一旦入れるわ。待って、ゴミ入れにしたいから。うん、え、全然高くなかった。全部で 15,000 とか。うん、でもさ、どうしよっかな。なんか、うわ、なんか濡れた。でもこのレッスン着いうのはまだ開けたくなくて、でこの、あ、見せちゃった。このやつもお話し会できるし、これも、あ、でもレッスン着やったら別にどうしてもいっか。でもあれあれ、カエルはもう本当に何の役にも立たないんですけど、可愛くて買いました。分からん、私も何のために買ったか分からへんけど、可愛くて買った。なんか見た瞬間に
買ってって言われた気がしたから買った。うん、はい、これはお話し会用、これもお話し会用、これレッスン着、これお話し会用。え、めっちゃ可愛いねんけど、楽しみ。なんかね、あ、これなら見せていいか。なんかこれなんですけど、このレースのやつはおしゃべり会で、おしゃべり会の生誕ティーを着るお話し会があるから、その時にねつける襟みたいな、こんな感じの襟を買った。なんか合わせたらめっちゃ可愛くなりそう。だからこれは見せました。これ多分500円とかでした。あとは、あ、これは見せれないですね。これネックレスも見せれないですね。あとはこれかわいい。でもこれ肩ついたらどうしよう。なんかリボン買ったんです。リボン買ったんですけど、ぺっちゃんこで来たからさ、ほら見て、リボンがぺっちゃんこできました。あ、治った。あー、かわいいですね。かわいい、治りますね。うん、これかわいい、これも大満足です。お揃いする？しよう。これさ、このこれかさ、くくってるのどっちが好き？みんな、なんかくくってる方が好き。どう？え、お揃いにする？しようしよう。あとはこのピンクのレッスン着で、これは内緒。これなんやっけ。あ、これもレッスン着で、これは見せれないやつ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15で15,000円でした。はい、15点、15,000円。でも一つこれ500円とかなので、服とかでリボンもね1000円もしない、全然300円500円とか。かわいい、いいお買い物ができましたとさ。え、めっちゃ散らかしてもた、どうしよう。お母さん明日来るのにまた怒られる。どうしよっかな。でも袋、どうしよう。え、どうしよう、また怒られる。どうしよっかな。まあでも別に怒られてもいいかって感じ。え、全然寒くないですよ。一緒につけよう。いた、ゴリって言わした。いてててててて、いや、ちょっと片付ける元気ないですね。ちょっと今片付ける元気がなくって、
でも一番これが可愛かったですね、このスマホケース。これは700円ぐらいでした。これ可愛い、これ気に入った。このスマホケース、このスマホケースお気に入りです。うん、でもいいお買い物ができたのではないのかと私は思っています。これは下マジで着よう、これかわいい、涼しそうやし。いやでもどうしようかな、今めっちゃ迷ってて、もう一つと、どうしよう。めっちゃ迷ってる、ありがとう。でもパジャマパーティーズみたいになっちゃうかな。うわわうわうわわたくたくちゃお、世界の人が好き。え、同い年、ほんまにごめん、同い年がこんなカエルのかぶりもして。わかる、私世界の人へも泣ける。カエルが家に帰る、もう全然ダメ、そんな、それはダメ。バラありがとう。そやろ、じわるやろ、私こんなことばっかしとんねん。もうね、こんなことばっかして、ほんまに情けないですわ。いやでも結構カエルもね気に入りました。クーラー効きすぎた、頭クーラクラ。55点、どんばらこありがとう。なんかね、でもねこれ長くしすぎたらなんかね暑苦しい。これ冬ならいいかもね。何期生、え、4期生です。この間入りました。これ暑いかも、これ冬ならさいいかもね。うん、冬なら多分これ私毎日つけてる気がする、知らんけど。これさ広げるのが正解なのかな、閉じたままが正解なのかな、いや分からへん。おめでとう、え、ありがとう、嬉しい、結婚してありがとう、結婚しような。え、これさやっぱこのままがいいんかな、でもこのままじゃこうやって歩いてたら絶対さ落ちるやんの。私街歩くならこれ絶対したいし、ちょっとねどうやったら取れへんのか、ちょっと待ってな。そういえば4期生の妹、え、なんだ、誰やろう、丸顔が強調されるんですよね、これしたら。うん、丸顔が強調される、丸顔が強調されるか嫌やな。あ、でもこれさ思ったけどツインテールとかしたらかわいいんじゃない、あ、そんなことなかった。丸顔が強調されるかめっちゃ嫌だかも。いやこれ丸顔強調されすぎてる、ちょ、やだ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 。ね、なんか方法ないかな。いやないよね、そんなないよねって。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね、ちょっとね鼻がちょっと、あっ、
丸が顔丸マジでマジで顔丸い。めちゃもか丸顔ですよ。鼻の下ここ。いや顔が丸い。とにかく顔が丸い。もうね私もう次の壁車これにします。私次の壁車これにしますわ。じゃあ次の壁車は待ってね。ちょっと待って。ちょっと待って。どこが漏れるかな。ダメ。これ。次の会社、株社これがいい。お願いします。お願いします。すいませんお願いしました。はい次の亀車これでお願いいたします。待ってホコリついてる。やめて汚いな。ちょっと待って。これさ思ったけど後ろでなんか後ろでやったら面白みがないよな。うん面白くない。全然面白くない。やっぱくくるしかないか。うんじゃあこれでいいです。これこんばんはじゃあもうこれにします。でスマホケースはもう今日からこれですお願いしますはいお願いします。この子とてか名前は決めたいと思う。待っていい名前あるかな。じゃあそうだね武田文雄くんにします。この子の名前は。はいちょっと待って武田文雄くん今日からよろしくお願いします。はい武田文雄くんです。本名武田文雄くん。ちゃんと本名で呼んであげてねこれから。ちょっと待って武田文雄くん。なんか文雄くんっていう顔してるのでねほら文雄ですみたいな文雄ですみたいな顔してるので武田文雄くんです。いや漢字なしのひらがなの武田文雄くんです。なんかふみおですこれからよろしくお願いしますっていうなんか意気込みを言ってそうなこんにちは武田ふみおですこれからよろしくお願いしますって言ってそうな顔をしてるので武田ふみおくんです。あちょっと似てるのか。じゃあやめよっか。でもふみおくんっていうなんか男の子っぽくない。これ女の子なんかな。ちょっと違う。じゃあ変えるか。そうだな。でもなんかどうしよう。私めっちゃ文雄くん顔やなと思って。そうですね。笹のうち
あ、めっちゃ笹の内っぽい。あ、笹の内っぽい。笹の内、笹の内。え、な、え、でもやっぱめっちゃ、じゃ笹の内文雄くんで。はい、え、笹の内って言いましたっけ私。はい、じゃ笹の内文雄くんにします。笹の内文雄です。なんかめっちゃ文雄っていう顔してない？いや、分からんかな、なんかめっちゃ文雄くんみたいな顔してる。そんなね、周りにも文雄くんなんていない。私同級生にもいなかった。もう会ったことない文雄くんって。笹の内文雄です。笹の内文雄です。え、なんかでもなんか長い気がすんねんな、名字が。なんかそれやったらなんか武田文雄くんでよかった気がする。もうじゃあ文雄くん、担任が文雄だったわ。文雄って私本当に会ったことないですね、総理大臣しか。うん、長いな。多分テストとかので名前書くときにかわいそうな気がする、こういう場合って。なんか長かったかわいそうなんよな。だからちょっとテストとかで名前、テストとかで名前を書くってなったら、ちょっとこの子かわい、文雄くんかわいそうやから、できれば名字。あ、そう、ちょ、もう文雄くんの話どうでもよくて、ちょっと話変わるんですけど。え、ないです、話変わるんですけど、私今日チャットで送ったんですけど、私今日の夢が誰もありがとう。え、今日の夢がさ、え、そうなんや、お父さんの名前なんですか。今日の夢が、私赤ちゃんを助けた夢を見まして、で私結構夢占いを見るんですよ。じゃ夢占い調べたら、見知らぬ赤ちゃんを助ける夢って調べたら、もうね、めっちゃいい夢、いい言葉が出てきた。なんかね、今からなんか私の時代みたいな。ほんまかいな。なんか今から私の時代みたいな、そう、めっちゃいい夢見ました。でも私の時代みたいな、それは書いてなかったけど、なんか今からチャンスがなんかめっちゃ来ますよ、チャンスというか、なんかうんみたいな感じのことを書いてて、めっちゃいい気分になりました。え、なんかちょっと話持った、なんか夢がなんかね、何やったっけ、何やったかな、夢が、こんばんは、なんかね、逃走中みたいな、で私全然逃げる役じゃなくて、なんか本当に旗から見てるみたいな、なんかもう全然なんか実況者みたいな感じで、本当に全然逃げてなかったんですけど、なんかね、夢の中でなんか赤ちゃんを助けないとダメだみたいな感じで、周りの人がなんかテンパってて、でもみんなテンパってるだけで全然助けないんですよ、その赤ちゃんを。で赤ちゃん、遠くで赤ちゃん泣いてるのに、なんかみんな本当に助けなくて、もう私はもう何をしとんやとめっちゃ怒って、でもね、めっちゃ走って赤ちゃんをこうやってってって走って赤ちゃんをめっちゃ探しまくって、でも全然見つからなくて、めっちゃね、こうやってもめっちゃ走ってって私はなんかね、探したらなんかね、結構古い家の本当にちっちゃい部屋に赤ちゃんがいて、私は抱きかかえて大丈夫ですよみたいなことを赤ちゃんに言って、でなんかその助かった赤ちゃんが助かった瞬間に、なんか私がめっちゃ安心しきって感極まって号泣しちゃって、赤ちゃんの目の前でよかったねみたいなっていう夢を見ましたね。はい、そんな夢を見ました。
で朝起きたら泣いてました。もうね本当にねなんか助けましたね赤ちゃんを。よかった。でもあの赤ちゃんほんま知らんくて誰やったんやろうって思いながらね。でも助かってよかった。あの赤ちゃんもうほんまによかったなって思いました。もうねどうなるんやろうってなってたから。そうなんか多分男の子かな。もうほんまよかったですあの赤ちゃん。どうもありがとう。ハートありがとう。誰やったやろな、わからん。私も誰なんやろうと思いながら助けました。うん、誰やったんでしょう。やばちょっと待って恥ずかしいです。ちょっと待って、姿が、私カエルの姿じゃないとみんなの前で表せない。ちょっと恥ずかしい。服が脱げたぐらい恥ずかしい。でも本当にね助かってよかったなと思った。あの赤ちゃん元気かな。で出てくるんかな。そう赤ちゃんの夢調べたら幸運って出てきたし、なんか知らん赤ちゃんはもっと幸運らしくて。そう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 、知らん赤ちゃんはもっと幸運ってって書いてた。そう、あと助ける、赤ちゃんを助ける夢。スピンかわいい、ありがとう。そうスピンが、あスピンじゃない、間違えた。何の話しようとしたっけ。え何の話しようとしたっけ。もうこれ今、あそう赤ちゃんを助けるというか守る夢もめっちゃ幸運らしくて、なんか幸運に幸運に幸運を積み重なってた夢を見てすごくハッピーな夢、ハッピーになりました。かゆっ。はいね、きっと幸運が。おあとさ今日あった話なんですけどね、私今日コンビニに行ったんです。じゃあなんか前に並んでるスーツ着た人がね、そのレジの人に向かってお金投げつけてて、小銭を、なんか小銭置き場があるから小銭置き場に普通置くじゃないですか、やのにパーンってばらまいて、もう店員さんこうやって拾ってて、もうめっちゃかわいそうやった。なんか助けに行こっかなと思ったんですけど、もしさそこでさ入っちゃったら桃が殴られたら怖いからさ助けれへんくてさ、そうなんか変なことせん方がいいなと思って、そう後ろでじーって見て怖かった。でも桃花ちょっと優しいなって、桃花ちょっと優しいのが、自分の番が来てその人が帰ってもうおらへんくなった時に声かけてあげました。大丈夫ですか、じゃあ、あ全然大丈夫です、ありがとうございますって言われて、よかったですって言ったんですけど、そうじゃない、なんかイライラしてたその人。でも何にも悪くない人に当たるのはダメですよ本当に。そうかわいそうでした。フォローありがとうね。なんで投げるんやろ小銭を。けー十分よかった。そうでもね変にしてね余計にねなんか余計なことしたらねパンチ食らったら嫌やから私パンチされたら泣いちゃうから、私は何も言わずにもう帰ったなと思って声かけました。大丈夫ですか、えでも大丈夫ですかしか言えへんくて大丈夫ですかだけでした。私声かけれたの勇気がそれしか言えんくてごめんなさい店員さんでもかわいそうでした。なんか私もなんかねアルバイトを高校生の時にしててレジしてたんです、コンビニじゃないけどスーパーのね。
じゃあめっちゃ怖いおばちゃんがおって、もうね私他のお客さんは別に怖いと思ったことないんですけど、もうね特定その一人の人が、一人のおばちゃん8時半に来る人なんですけど、もうねもうほんと怖くて、そのおばちゃんがで、しかも絶対に桃香のとこに並ぶんです。なんか混んでても桃香に並ぶんです、そのおばちゃん。で桃香がレジを、いらっしゃいませ、こんばんはハートありがとう、いらっしゃいませ、こんばんは、ポイントカードありますかって言ったら、ないっつってんだろって言われるんですけど、いや初めて聞いたし、でまず聞かなあかんの、ポイントカードありますかっていうのはもうないなって分かってても聞かないとダメなんです。だからポイントカードありますかって聞いたら、ないっつってんだろうと言われて、はいはいそうですかと思って、そうですよねとか思いながら、はいかしこまりましたすいませんとか言って、でピッピッってやってたら、なんかもっと丁寧にやってもらっていいかなって言われまして、はいすいません、ピッピッピッみたいな感じでやってて、でこうやって入れるじゃないですか、ピッってやったやつをカゴに、じゃあカゴに入れる時ももっと丁寧に置いてくださいって言われたから、かしこまりましたとか言って、もうめっちゃ丁寧にもう私笑っちゃったもん、入れながらとか言って、はいあはいとか言って、で入れて、で私ちゃんとねその人刺身とかお肉とか買う方やったから、なんか小さい袋入れないといけないから、私は小さい袋に入れるんですよじゃあ私は店長には、ちょっと待って、私は店長にはなんかそういう買った人は一つだけでいいからね入れるのって言われてたから、私は1枚袋入れて、それ漏れないようにちょっと上に畳んで入れてたんですよ。じゃあなんで1枚だけなのみたいなって言われて、あ何枚入れますかって桃子が言ったら、5枚とかもうね無茶言いすぎなんです、ほんまに5枚と思って、ごめんなさい多くて2枚ですとか言ってたのか多くて2枚とか言ったら、ダメ5枚って言ったら、あーじゃあご自身でそちらの方で入れていただいて、ダメとか言って、なんかもうちょっとねイライラしちゃったから、いやこっちもダメなんですとか言ってもう言い返しちゃって、こっちもダメなもんはダメなんです、待ってますって私一回言っちゃった。ねでもそのおばちゃんはね、もうやっぱ関西人魂なのでまた言い返してきて、あんたさ名前何って言われたから、奥村ですって言われた、なんかマジで面白い、懐かしい、高1かな高2かな、あんたさ名前何、電話するわって言われて、この後帰った後電話するわって言われて、奥村ですって言った記憶があります。奥村さんね、分かった、じゃあ後で覚えといてって言われて、はい分かりましたって言って、でも電話かかってこなかったらしい、私がその方が帰った後に店長の方にバーって行って、なんかこうこうでこうこうでなんか名前聞かれて奥村ですって答えて、たもしかしたら今からクレーム電話が入るかもしれないですごめんなさいみたいな感じで言いに行ったんですよ。じゃあ店長が分かったみたいな、お疲れ様みたいな、全然気にしなくていいからねみたいな感じ言われたんですけど、もう本当に気にしなくて、私も気にするべきかもしれないんですけど、本当に絶対向こうの人が悪いから本当に気にしてなくて、はい。でその次の日に行った時に、クレームの方どうでしたかって言ったら、クレーム機能ゼロ本ですみたいな感じ言われて、あれと思って、あれじゃあ私のさ怒った人はクレーム来なかったんかなって言ったら、えそういう話はなんか聞いてないけどねみたいなってことではい。ででもやっぱその日の8時半にまた来ました、ポイントカード
ードありますか。だからないってば。もう絶対目をねそらさないんですよ。だからないってばみたいな、はいとか言ってはいそうですよね、はいとか言ってで、ピッ丁寧に入れて、ピッ丁寧に入れて、ピッ丁寧に入れてで本当にね、多分ね、本当私に当たりたいんだと思うんですよ、その人は。当たりたいから並んでて、私のとこにも。で、その時は刺身絶対買うから、もうめっちゃ丁寧にこうやって入れてるのに、なんかさ、もうちょっとさ、あなたの手の体温、なんか体温の話もされて、あなたの手の体温って、その刺身をなんか腐らしたらどうするのみたいな感じのことも言われたことあるから、もうめっちゃ私端っこ持ってこうやってめっちゃ端っこ持ってこうやって入れてもうね、はい、ありがとうございました。あなたのおかげで本当に私はあのいろいろいろんな方がいるなって勉強させていただきましたね。はいそうなんかね、最初は怖くて心臓バク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 してたんですよ。その人来たら来た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 並んだ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 みたいな並んでた思ってたんですけど、なんかね徐々にね、なんかうん徐々にももかが上手くなっちゃって、その人がなんか怒ることが なくなってきちゃって、その人がなんか最終的に新しいバイトに入った男の子のところに文句つけに行くようになりました。だからああももかじゃなくなっちゃったんだなああももかのとこにもう来ないんだってなりましたね。元気かな。いやでも本当に本当にやばくて、本当にね、だから今日もそのコンビニのサラリーマンの人を見てやばいなって思った。なんか怖ってなった。だって小銭さ投げるって何、店員さんがこうやって一つずつこうやって拾ってんの、もう私見てられんすぎて、もうね拾ってあげたいんですけどね、もうパンチされたら怖いから拾えへんし、もう大丈夫かなと思った。もしさこれがさモモカみたいなバイトの子やったら、モモカはこっちに入れてもらっていいですかとか、もしかして言っちゃうかもしれないんですけど、まあ、多分言わないけど多分何回もされちゃったら、すいませんこっちに入れてもらってもいいですかね、うんうん、こっちじゃなくてこっちとか、もしかして言っちゃうかもしれないうんうんうんとか言って。でもその子多分ね、私結構そのコンビニに行ってるんですけど、多分その店員さんは本当に多分新人さんな気がしてて、あんまり見たことなかったから、そうかわいそうやった。それが原因で今頃泣いてないかなってめっちゃ思ってます。もう多分大丈夫やろうけど、もうそんなこと、そう若い女の子でした。ももかと一緒ぐらいの年齢かなと思いながら、ね、その子はね声震えてたんです。かわいそう。そう何にも悪いことしてないのに、うん何も気にせんくていいけどね、そんな人にかわいそうやんな、マジでひどいなって思いましたそうトラウマにねなっちゃう人はなっちゃう気がする、ああいうのって。だってももかもそのねクレームの8時半に来るおばさま、そうおばさまめっちゃ最初めっちゃ怖くてトラウマやったけど、ちょっとだんだん慣れてきたから私その人に「はい」とか言って「すいません、はいゆっくり入れますね」とか言って「はいゆっくり入れますよ」とか言ってうん、そうできたらいいんですけどね、で
できないよね、なかなか。うん、ね、行きたくなくなるやろ、ああいうの絶対嫌やろ。え、ももちゃん逆にた、え、楽しくはなかったけど、なんか本当にこうやってやっていかないと私マジでやっていけないと思って、ちょっとでも我慢はしながら、あ、でもちょっとだけ楽しんでたかもちょっとだけ、ちょっと、そう、ちょっとだけねですね。あとは、あ、でも車屋さんで働いてる時もいるっちゃいましたね。なんかめっちゃ文句を言ってくる人、なんかそのね、文句っていうのも私が悪かったら、もう本当に全然私が悪かったってなるんですけど、もうね、もう全然私悪くないんですよ本当に。もう自分で、ね、なんかセルフで飲めるドリンクを自分自身でこぼしてるんですよ。自分自身なんか飲もうとしたら、なんか口の端っこから多分出ちゃって、で自分自身こぼしてはるのに、なんかここの車屋さんの自販機のせいで服が汚れましたって言われて、もう知らないもっとの飲むの上手にしてください。はい、はい、わからない。もうね、アドバイスを私もうなんて言えばわからなくて、なんか、そうなんですね、大丈夫ですかって言って、あのタオルいりますかって、いらないって言われたから、いらないんですね、でごゆっくりどうぞって言っちゃったけど、なんかそのごゆっくりどうぞがちょっと怒らしちゃったみたいで、ちょっとねダメだったみたい。なんて言えばよかったんだろうって今になってもめっちゃ思いますねそう、世間の厳しさ、世間でもその時は新人社員やったから難しかった。タオル言いますか、いらない、あーじゃあどうしようってなって、じゃあこちらに座ってごゆっくりしてくださいって言ったら、はってなっちゃって、難しい私わかんない、もうわかんないってなった。その時どうしようどうしようってなった。あ、ランキング用も13位、キョロちゃんさんありがとうございます。12位、ギリタンシオさんありがとうございます。もーちゃん今日も配信ありがとう、これからも大好きだ、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、嬉しい。11位、未来さんありがとうございます。ももこちゃん配信お疲れ様、今夜も楽しい配信をありがとう、元気だった、いつもありがとうね、ありがとう未来さん、いつも来てくれて嬉しい10位秀夫さんありがとうございます。え、コロナね、そう見た、もう大事にしてね、ゆっくりしてね、ありがとうね、多分しんどいと思うのにありがとう。9位、愛するはスマイルさん、お買い物がとっても上手なももちゃん、明日は柏崎楽しんでね。そう、私初めての柏崎市なのでめっちゃウキウキ。8位、拓蔵さんありがとうございます。石の花火毎日来てます、わかる、いつか愛するレモネードともももちゃんの考察を聞きたいです、任して任して。7位、ポリエモンさんありがとうございます。今日のおもちゃんも可愛かったよ、いつも楽しい配信ありがとう、こちらこそ、最近芝居爆笑で元気たくさんもらいました、よかった、ももこちゃんのお話とかもらえると楽しみです。え、ありがとうね、待ってるよ。8位、グリーンティーさんありがとうございます。5位、カズスケ D さんありがとうございます。4位、タムムさんありがとうございます。今日はももちゃんに宇宙パワーを送りました、はい見ました、宇宙行ってきたんですね、お帰りなさい、また感想教えてください。3位、流星さんありがとうございます。2位、直行さんありがとうございます。お社会でかぶってほしいな、え、わかった、かぶります、ありがとうね直行さん、今日も来てくれて。1位、スキャットさんありがとうございます。配信お疲れ様、今日の配信ももちゃんテンション高かったな、そう今日はテンション高かったです、さすがももちゃんふみおくんと末永くありがとう、ふみおも挨拶しなさい、こんばんはふみおです
みんな最後まで見てくれてありがとう。ふみお嬉しい。ふみおは今日から入った新人バイトだけど、ももちゃんみたいに喜怒哀楽がないから、じゃあ間違えた、感情は沈んだり上がったりしない、結構安定してるタイプなので、皆さんふみおのことは任せてください。ももちゃんは感情が浮き沈み、感情の浮き沈みが激しいですけど、ふみおは感情は安定しています。なので皆さん安心してくれたら嬉しいです。ふみおでした。はい、ふみおくんありがとう。ね、ふみおくんはメンタルがね、メンタルじゃない、ね、感情浮き沈みしないってね今言っていただいたので、それを信じてふみおくんこれからも新人バイト頑張っていただきたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。違います、ふみおちゃんじゃないです、ふみおくんです、ふみおくんです。はい、笹の内ふみおくんです、よろしくね。はい、ということで皆さん、そうなんです、ももかもふみおくんのことを見習いたいなって思ってます。はい、では皆さんおやすみ。バイバイ。バイバイ。そうなの、ふみおとこれから成長していきます。あ、待って、告知したい。明日からおしゃべり会の8月18日の部最終受付が始まります。皆さん待ってます。いっぱい話そうね。バイバイ、おやすみ。ふみおでした。ふみおでした。ふみおももかでした。ふみお&ももかでした。ふみお&ももかでした。バイバーイ。ふみおはまだ8歳です。ふみお、ふみおくん8歳だよ。ふみおくん8歳、ももかに今年21歳です。バイバーイ。バイバーイ、ありがとう。バイバーイ、おやすみ。私は寝ます。もう寝ます。今からお腹出して寝ます。バイバイ、おやすみ。バイバーイ。バイ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 、いい夢見てね。バイバイ。